さあやってまいりました。なんと5回目でございます。いやもう5回目かと思ってちょっと自分でびっくりしてるんですけれども、意外とサダマが伸びてないんですよ。前回も思い出したくないぐらいのなんか展開でもうひどかったんですけど、思い出してみましょうか。ちょっと結果を、結局ね、島キングは 誰というか誰か分かんないけど、どの台だったのかとかいうね結果をね、今ちょっと振り返ってみたいと思います。前回私サダマがマイナス、まあ、3000ちょっとですねで、負けちゃったんですけれども、大当たり回数が、終了時ですね4回、31台中ですね、私の台がなんと24位ということでね悲しい4手17回だった方がなんと28回まで伸ばして、まあ、その方がね最終的に島キングということで、ちょっと待って、私の台、私の台5回だ最終的に、やばいですね、とんでもない結果になっちゃったじゃん私の台。今まで4回やってきまして、サナバがですね全然プラスなんです、プラス1万6000発ちょっとで、目標の3万発までまあだいたい約1万4000玉ということで、今日合わせて2回か、2回で1万4000か、今日1万発出すかなんでこう笑いが生まれるのかっていう、ね、出したいと思います。というわけで今回はそれを目標に頑張っていきたいと思います。彼岸島海猪木をねちょっと打ってみたかったんですけど、やっぱ彼岸島にしちゃおうかな。あの右の師匠ルートがすごい面白いですよ、速い、時速500回転だから。はい、というわけで彼岸島の方を打っていきたいと思います。これちょっと特殊な、まあ、スペックというかゲーム性で、通常時から右打ちするか左打ちするかっていうのを選べて、でその打ち方によってスペックがもう全く違う、すごいこう斬新な台なんですよ。まあ、簡単に言うと普通にまあ通常時というよりまあこの辺狙って打つじゃないですか。でこのアキラルートっていうんですよ、通常時の左打ちするルートっていうのがアキラルートって言って、アキラルートの時の大当たり確率は約256分の1、で突入率が 80% の ST タイプになります。で ST に入っちゃうと、継続率が約 64% ぐらいだったかな。で16ラウンド2400個の払い出しがあるという台なんですけど、今度右打ち、まあ、右打ちって当たった後にするイメージがあるんですけど、これ本当通常時からもうちょっと怖いんですけどね、右打ちする、あ今ちょっと出たんですけど、ね、自分に合う方へ球を打て、でそう右打ちすると自称ルートといって、ここがね、まあ、俗流へその役割するんですよ。ここそうなんです。ですごく入りやすいゲージになってて、もうボーダーがねめちゃくちゃ高いです。もう40とか40超えちゃうぐらいで、変動もすごい早いんですけど、今度は師匠ルートの場合は大当たり確率はアキラルートと変わらず約256分の1なんですけれども、もう確変とかそういう概念がなくて、4ラウンドか16ラウンド1対1で当たるかどうか連チャンもしないです。とりあえず当てるかどうかだけなんですよね、一発当てるかどうか、当たったら、まあ、あとはもう4ラウンドか16ラウンドかどうかだけです。当てるかどうかはもう左手の時もそうだわまあ当たってから確変かどうかかなとかじゃなくて、4ラウンドか16ラウンドかどっちかな、それだけのだで、時短とかそういうのもないです。その代わりもうめちゃくちゃ変動早いですよ。ちょっと打ってみたいと思います。もう1時間500回って回せるんですよ。いや今師匠ルートから右打ちから出てる、師匠ルートを選んでるんですけど、見てください、もうめちゃくちゃ速いんですよ。何も起こんない、基本時短みたいな、本当に仕事人とか、あやばい、師匠ゾーンこれチャンス、ハンパネーズ柄が揃うとこれ16なんですよ。ちょっと頼む頼む、結構外れるんだよな、これ止まれば16当たり頼むよ
まだこう信頼度が何パーセントかっていうのがちょっと分かんないんで何とも言えないですけど、そんな熱いイメージはないです。もう本当何も起こんないんで、退屈な方はねもちろんねいると思うんですけど、私はね全然こういうのも好きで、むしろこう当たりリーチを見させられてる方がイライラするタイプなんですよ。でこれは本当にシンプルで、まあ、赤系の広告が出たりとかすればスーパーに行って、スーパーリーチもいくつかあるんですけど、まあ、熱い展開言うてもすごいシンプルなリーチしかないので、ボタン押しとか見てるだけとか本当そんな、ね、感じなんで、ものすごく時間効率がいいんですよ。でこれ本当に早いし、あとは基本的には回るので、まあ、5、6000円ぐらいで確率が回っちゃうんですよ。だからであと16ラウンド引いちゃえば払い出し2400で手取りで約2300ぐらいはもらえるので、22時から勝負できるがいいです。本当時間ない人が、あちょっと行こうかなみたいな、ちょっと勝負してみようかなっていう時にすごいいいんだ。これ遊戯カスタムで、これあの彼岸花告知カスタマイズっていうのができるんですよ。で基本的に師匠ルートってこの彼岸島って書かれてた、この彼岸花ランプ、彼岸花も書かれてるんですけど、これが光って当たることがすごい多くて、でこの超多いにすると多分当たる時には必ず光るんじゃないかなと思っています。なのでこう熱いリーチ来ても、あ光んないじゃんってがっかりしたくない人はちょっとその頻度を選んだりとか、なんなら告知なしみたいなのも選べるんで、ただ私やっぱりちょっと気持ちいいんで、ここの告知先読みで出たりもするからやっぱり見たいんですよ。だから多いにしましょう。出ないと当たんないっていうのもちょっと悲しいんで、まずはねこれで選んでやってみたいと思います。さあなんとですね1000円で52回、1000円で52回なので、まあでもいい方ですね。でもこれでも全然そのなんだろう、めちゃくちゃ回ってるっていう言うほどでもないくらいのボーダーが辛いというか、でもありがたいです、50もあればありがたいですっていう台なので、本当投資金額を抑えられるすごい魅力のある台ですよね。赤系来た、おー赤じゃん。おい見てこの速さ、すぐ当たっちゃうからでもたまんない、たまんなくないですかこれ大好きなんですよ、これほんといい。これ半端ねーの方だと16だよ、ここ一番力入るからいきます。ごめんなー初めて見えた。あのねこれ今日打つの2回目なんですけど、全部今まで4ラウンドだったんですよ。うわ嬉しい。まだね2000円しか使ってない。ラウンド終了して今ちょっとなんか特集みたいなモードに入ってるんですけど、これただ終わったり終了後に入ってる専用演出というかそういう感じなんで、確率はもう256分の1なので全然やめちゃって大丈夫です。いやーあの連チャンはしないんですけど、やっぱ投資金額が抑えられるっていうことと早いっていうことで、いっぱいどれだけ16ラウンド引いて手玉をこう増やしていくかっていう、そういうゲーム性になってます。だからもう本当16ラウンド引いた時はもう全然違いますから、だって4分の1ですよ、4ラウンドって560個ぐらいだから全然違うから、でも余裕のプラスですしね。投資だって2000円、80回以上回して2000円だったんで、こういうことなんですよね。よし、ちょっと初めての一番乗りなんですけど、一番乗り1位、今一番です。ただねそうだそうだ、これ連チャンしないから連チャンしないんだった。でも早くね変動が早いっていうのがあるんで、なんとか周りの方皆さん左打ち ST なんですけど連チャンするやつです。
なんとか負けないで、あと気が向いたらアクアルートでもやってみようかなと思います。まあまあ、手としては、まあ、その朝一にパッと16ラウンド当てて持ち球にしてからアキラルートを打つっていうのもやり方としてはいいと思います。これ発展すれば熱い。発展すればいいんだけどな、テック出せるんですよ熱いから。いったいった、67パール行きます。あー、いかった。嬉しい。気持ちいいよね、やっぱり一発の口。早い、53回転目、早いです。さあ、ここでも半端ねえの引いたらやばいですよ。行きます。あー、半端ないんですけど、ちょっと今日いけるね、1万発この調子で。だってまだ持ち球2000発ありますから。うわ、嬉しい。豚汁、豚汁作ってきた。まあ、上皿合わせたら4300個は超えてる、4400個ぐらい今持ち球あるんで。で、今よし、まだ皆さん当たってる方の1回なんで、私は2回なんですよ。今日半端ない結果になるんじゃないですか、もしかしたら。たった2回で多く叩いてますけど。あ、出た出た出た、扇出たよ。え、え、今黄色だったっけかな。黄色はね、でも一応緑より強いんですけど、緑より実は強いんですけど、色としては青、緑、黄色、赤なんですね、意外と。なんで、でも黄色はやっぱ 30% ちょっとだったと思うんで、やっぱ赤待ちですよ、この台は。基本的にこのロゴも今彼岸まで出てましたけど、彼岸島まで出たり、まあ、あと色だな、赤、やっぱ赤じゃないときついかなイメージだから、本当赤待ち。今これまだ分かんないんですけど、なんか入賞時に音があるんですけど、何がなんか光ってんのかどうかもちょっとよく分かんないんで。あれ、じゃこれガセんないんじゃないですか。これ行きますよね多分。今の入賞時の音ね、多分先読みだと思うんですよ。で、今のところスーパー行ってるんで、これ多分行くんじゃないかな。びっくりした、行ったね行ったね。もう一回光これね、見るの3回目なんですけど、でさっき当たったんですけど、ここまで行くのが出せるんですけど、さっき当たった時進撃出ましたよね。今出なかったんです。で、さ、一番最初に見た時も出なかったんですよ。だから出るとチャンスアップなのかなと思いますけどね。わあ、音鳴ったよ、先読みの音鳴ったよ。名称が分かんないけど結構これチャンスですから。お、え、またちょっとガセんないじゃないですか。そろそろ当たりが欲しい。あ、行きます。いや、気持ちいい、気持ちいいよ。いや、嬉しい。221回転、たまらないねこれね。このシンプルさがね、ほんと好き。これまた半端なかったらやばいよ。いきます。いやちょっと今日だいぶ半端なくないですか。マジ半端ねえ嬉しい。順調に持ち玉を重ねております。ですね、3回目の当たりを
引いて全て中6で半端ない感じなんですけど、なんとですね並んでるんですよ、同じ多分師匠ルート打ってる方ですかね、もう3で並んでるんですよね。まだまだライバルがいるんですけど、今回4台しかないので4分の1なんですよ。だからね今日は本当チャンス、チマキングになれるチャンスなんで、どうしようかな、ちょっとアキラルートに行く機会も伺ってるんですが、まだ行くかまだ行くか、これが吉と出るか京と出るかっていうの分かんないですけどね、10連されたら一瞬で終わるんですけど、その時はアキラルートやればいいよね。でもね、で本当順調に増えてて、今5500発ぐらい持ち玉があるので、すごくねありがたい限りですよ。でこれ全部伸ばせるのもね結構大変なんですよね、これすごい使わないから玉を。だからね飲まれるってことはね多分右打ちしてる限り多分ないんじゃないかなと思うんですけど、おーチャンス来た、 赤になればいいんだけどな、お真ん中に並んでる今扇の色は青、赤が欲しい、赤ボタン欲しい、黄色次だよ、次で赤、赤っぽい赤、うわ微妙だな、弱系のリーチ名前わかんないけど、なんか回転してるやつ、これはね弱いんだよね、なんかいかにもなんか普通の台でいうロングリーチみたいなやつはね結構しんどいと思います、弱いと思う。ですね今ね4台中ね4台がねなんと右打ち師匠ルートを選んでる状態で、そんなに今の時点で差はつかないんですけど、私が今3回なんです当たりが、でシマキングじゃないんです残念ながら、今のところキングの方が7回多分アキラルートを途中で打たれてて、そこで連チャンして7回に上げた方なんですけど、このまんまだと時間的にもね相当アマデジというか核変中みたいに早く大当たりが引かない限りは無理なんで、あー嫌だな、いやだなっていうか嫌だなって言っちゃうとあれですけど、300回転まで回して当たんなかったらアキラルートにしましょうか、今260ぐらいなんで、はあ、いや、アキラルートもいいんですよ、いいんですけど、やっぱりなんかこのね、サクサク感がやっぱ好きだからね、回るし、いやー、やりたいですけど、これでやってたら、シマキングにならないんでね、なんとか300回転以内に、1回、師匠ルートでやってみたいんですけど、当たんなかったら、もう諦めます、諦めのアキラでいきます。初めて緑になりました。でもね、緑でもね、ちょいチャンスぐらい。やっぱ赤が欲しいんだよね、保留。赤だと70オーバー。7停止でチャンス、中ずらに。いやー、他にもうちょっと赤系の予告あればよかったな。で、お、スーパーいいね。お、ボタンか、これ連打の方がいいんですよね。いいわ、この一発押して。で当たるときこれでポーンって当たるから気持ちいいです。やっぱ赤ですよ赤。いやあと20回転かよ300まで早いよやだよ。お、これはもしかしてこれ鬼？鬼バトルかな？うわ激アツの鬼バトル 80% ですよ。初めて見た。え、これは外したくない。いきます。え、え、そうでしょ。え、見たの。うわ、冗談でしょ。え、今のは 80% のリーチのはずなんですけどね。だと思う。初めて見たんですけど、多分鬼バトル。リーチだと思うんですよ。
当たんなかった。三角割りしちゃったよ。いやだ。だって回るんですよ。50回回ってますもん。しょうがないね。島キング目指さなきゃいけないからね。いや、さっきの悔しいオリバトルリーチ初めて見たんですけど、多分80%って言いましたけど、ピケイトが 5の敵だったから、もしかしたら強い敵だったのかも、そんな関係あるのかもしれないですね。いや、何してもあれで当たってたらよかったんですけど、諦めましょう。諦め、諦ルートへ来ました。私、本当に師匠ルートしかほとんど打ったことないんで、全然このモード、諦めるとか詳しくないんですけど、とりあえずは、今保留分化してるんですけど、もうちょっと変わらないとダメですね、鬼に変わらないと。あー、でも、傘かぶってるやつ弱い。もうちょっと強い鬼か、男性柄っぽいのもあるっぽいですね。あとはアキラとかアツシゴリューとかあるみたいなんで、これはダメですね。でも全然違いますね。まあ終了時までに当てたいですけど、本当か。完成レベル、これね、レベル5まで行くとね、大チャンス。
分しないか、行くわけないか。いやこれで雅止まったらめちゃくちゃ面白いですけどね。ドリーチみたいですよね、鬼が出てくるやつ。一回このまま当たった方としても一回それ見たいよ。いやもう全然熱いの来ないじゃん。豚汁ばっかり、豚汁ばっかり作ってるから、この西山君は平和なの。とりあえず私が打ってるこの彼岸島の人たちも平和なの。初めて来たよ、アキラ。何？白か。あ、赤、赤で行かないとダメなんじゃない？ここから出て、出して、出してくれよ、くれーか。あれ？微妙だな。あー。あ、リーチ後予告ね、これ。あ、実写鬼か強敵リーチに発展らしいですね、今の予告が。お、強一来たよこれで全く働きしないけど。あ、何、あとはチャサップかな。これ三体リーチか。このね、実証リーチは足長パンさんリーチがじゃないとしょぼいみたいなんですよね。だからちょっときついかな。チャンスアップとしてはタイトルの色とか、色が赤炎、あの炎柄ですね、ヒカロとかであるやつ。あとは画面クラッシュ2回発生と進撃アタックが発生、あとは原画シーンが出たりとか、まあ、色々あるみたいですけど、なんか何も出てなかったよ。あれ、これ壊れちゃうんじゃないの。頑張れ頑張れ。だろうね、だろうねっていう。でもこれ強一ですね、強一のリーチです。あと持ち玉もあと750個しかないので、ちょっと1回狙って終わったり1回取れるように時間もとないんで最後にかけます。あー出た、あー危険度強いやつじゃん。バトル強いやつだとどうなんだろうね、信頼度。さっき午前中はこいつに負けちゃったんですけど、あとはこれで半端なかったら嬉しいんですけど。
願いします。お願いします。ちょっと4回全部ですよ。めちゃくちゃ嬉しい。本当ありがとうございます。実践終了でございます。お疲れ様でした。今日はね、彼岸島をずっと打ってて4台しかないので 25% ですよ。 25% の確率でまあチャンスぐらいの確率で、大チャンスか、チャンスじゃパチンコ当たんないもんね。ね、大チャンスぐらいのね感じだったんですけれどもね、どうだったんでしょうかね。どうなんですか、使われてるかな、私が島キング諦めた瞬間。使われてるか分かんないですけど、もう時間ないし、そして、いやもう島キング諦め、じゃあ発表していきたいと思います。今結果ですね、結果が出ております。4台中なんと2位でございます。2位つっても2位つーても同率2位ですね。私大当たり4回だったんですけれども、同じ4回の方が1人いらっしゃって、4位の方が3回で、島キングの方が9回と、まあ回数だけ見るとあれなんか全部一桁でやばくないって感じなんですけど、結構もうなんだろう、皆さん最初はアキラルート打ってたんですけど、午後はね右打ちしてたんですよね皆さん。だからこの回数っていうのはねあると思います。というわけで今回一番いける気がしてたんですけどね、やっぱダメでしたね。アキラルートやったんですよ、我慢して我慢して、でも師匠ルートの方が好きだから、だってめちゃくちゃ好きだから、やっぱりねそっちの方打ちたいんですよ本当は。だけどやっぱり連チャンしないからちょっと我慢して、師匠ルートよりはねあんまり好きじゃない方のアキラルートの方で頑張ったんですけどね、全然当たる気しなくて、あそこで当たって連チャンしてればねまたちょっと違ったのかもしれないんですけど、残念ということで。なんですが島キングの方はね今日いらっしゃるということで、いつも来てくださってる方なんでね、本当におめでとうございます。後であのマグカップいつも通りなんかいろいろ書いてお渡ししたいと思います。てなわけで、そうだ私のね個人収集の忘れてたじゃないですか。あのですね、最初すっごいいい感じで師匠ルートで3回連続で16引いてアキラルートでダメで、もう600以上ハマったんですよ。でもう時間もなくて、もう時間ないから当たりゃいいと思って師匠ルートやったら当たって、それが16だったから、そこで一気にサタマが逆転したんですよ。というわけで今回投資ですね、すぐ当たったんで2000円、出玉が2505個なので、サタマが2005個でございます。あと目標定まあの3万発まで、1万2000個かいけるね。いつも言ってるっていつも言ってますけど、いけると思いますんでね、次回見事達成して1万5000発ぐらい出したいと思いますんで、見ていただけたらと思います。それでは今日はこの辺でさよなら。